失業の様子を示すホイックの風刺が不景気についてアンドリュー・ジャクソンを非難する1837年のカリカチュア1837年恐慌は1840年代まで続いた大きな景気交代を誘発したアメリカ合衆国の金融危機である失業率が増大する中で利潤や価格賃金が減少した悲観論がこの時期に溢れた恐慌は 国の内外に期限があった。西部諸州での陶器的貸出や面価格における急激な物価下落、土地バブルの崩壊、国際的な賞金流出、イギリスにおける貸出抑制はすべて強行の原因となった。1837年5月10日、ニューヨークシティの銀行は賞金の支払いを停止した。これが意味するところは額面金額で、 コマーシャルペーパーを買い戻す意思がないということであった。1838年に一時回復したとはいえ、景気交代は約7年続いた。銀行は破綻し、事業は失敗し、価格は下落し、数多の労働者が職を失った。失業率はある地域では25%にも上ったらしい。1837年から1844年は一般に賃金と物価における。 デフレーションの年と言われている。金融危機は1834年半ばから1836年半ばにかけての経済拡大に原因がある。土地、面、奴隷の価格がこの間に急激に上昇した。この急激な上昇の始まりは国の内外に多くの原因があった。当時の国際貿易固有の要因により豊富な銀がメキシコや中国からアメリカ合衆国に流れ込んだ。 土地の売り渡しや輸入関税も連邦政府に相当な歳入を与えていた。収益性の高い綿の輸出やイギリスの金融市場における国家保障の再建市場を通じてアメリカ合衆国はイギリスから重要な資本取引を得ていた。この再建はアメリカ合衆国の輸送事業の資金となった。ベアリングス銀行のようなイギリス系の銀行を通じて イギリスの信用菓子はアメリカが衆国西部地区の拡大や国内改革、この時代の産業の成長の多くを支えた。1836年、イングランド銀行の役員はおそらくイギリスが食料の多くを輸入せざるを得ない小麦の低い収量のゆえに銀行の保有残高が近年急激に減少していると発表した。埋め合わせのために 役員は金利を3%から5%に徐々に上げることを示した。伝統的な金融理論では保有残高が低い時は銀行は金利を上げかし出しを抑制すべきだとされた。需要と供給の法則によると金利上昇は金が最大の収益を得られるところに一般に流れるために賞金をもたらそうとするとされる。自由貿易と比較的弱い貿易障壁を持つ。 解放経済においては、派遣国家イギリスの通貨政策は、他の国々に影響を与えた。このことはイギリスが金利を上げれば、アメリカ合衆国の主要な銀行が同じことをせざるを得なくなることを意味している。ニューヨークの銀行が金利を上げかしはがしをすると、悪影響が現れた。債権価格と利回りは逆の相関を持つので、 実生金利の上昇はアメリカの証券価格を引き下げることになる。重要なのは麺の需要が急落したことである。麺の価格は1837年2月と3月に25%まで下落した。特に南部諸州のアメリカ合衆国経済は安定した麺価格に大いに依存していた。麺を売ることで学校が立ち、国内の貿易収支が安定し、努を強化し、 当時の世界の準備通貨であるスターリングポンドにおける外国通貨取引の利順を得ていた。アメリカ合衆国は依然として主要作物の輸出と初期の製造業を中心にした農業経済を主としていたので、面価格の暴落は大きな影響をもたらすことになる。アメリカ合衆国内に要因は数点あった。1832年7月。 アンドリュー・ジャクソン大統領は、全国の中央銀行や財務機関である、第2が州国銀行に再免許を与える、法案に拒否権を行使した。バスが次の4年間その業務を引き締めたことで、西部と南部の就公人の銀行は、安全でない準備金比率を維持しながら、貸し出し基準を緩和した。特に2つの国内政策は、不安定になっていた状況を悪化させた。 1836年の聖火流通令により、西部の土地は、金貨と銀貨のみで購入できることになった。この命令は、アンドリュー・ジャクソンが発しミズーリー州のトマス・ベントンら、聖火主義者が賛成した大統領令であった。インフレーションを抑制するための命令であったが、逆の結果を生んだようである。第22836年の預金及び分配法は、国内の様々な銀行に、 連邦歳入を投資した。この銀行の多くは西部にあった。この二つの政策の効果は東海岸の全国的な主要商業センターから賞金を払い出すことになった。預貯金の残高が低まるとともに東海岸の大銀行や金融機関はローンの縮小をしなければならず強行の主要な原因となった。当時のアメリカ人は 強行の原因は主に国内政治の混乱であると見ていた。アンドリュー・ジャクソン大統領の第二合衆国銀行の認証を拒否した政策は銀行から政府資金が引き出されることになり、これを非難する者もいた。マーティン・バン・ビューレンは1837年3月に大統領になるが就任が強行のわずか5週間前であったにもかかわらず、強行について大きく非難された。 バンビューレンは政府の介入を拒否し、彼の性的によれば、さらに強行を長引かせ、被害を広げることになったという。一方で、ジャクソン流民主主義者はの法図な投機と紙幣の大量発行につながったことの両方で、国立銀行を非難した。このことは大量に紙幣を発行する銀行に原因があった。事実上全国が強行の影響を受けた。 コネチカット州、ニュージャージー州、デラウェア州は、その商業地域で非常に大きなストレスを受けたと報告した。1837年、バーモント州の商業制度と信用制度は強い打撃を受けていた。バーモント州は1838年に商工状態になるが、1839年から1840年にかけて再び強い打撃を受けた。ニューハンプシャー州は、 近隣の州ほどは影響を感じなかった。1838年には永続的な負債はなく、翌年以降大した経済的なストレスはなかった。ニューハンプシャー州最大の苦難は州内における小学校貨の流通であった。南部における状況は東部の状況より悪かった。オールドサウスは強く打撃を受けたが、免火地帯は最悪の打撃を受けた。バージニア州。 ノースカロライナ州、サウスカロライナ州では、強行の影響から、商品作物は多様化していった。ニューオーリンズは、事業全体に不況が起き、通貨市場は1843年を通じて悪い状況に置かれた。ミシシッピ州の農園主数人は、多くの農園主を完全に破産させようと所持金の多くを使った。1839年までに、農園の多くは、 工作が放棄された。フロリダ州とジョージア州は、ルイジアナ州やアラバマ州、ミシシッピ州ほど早く影響は感じなかった。1837年、ジョージア州は、日々の購入を続けるのに、十分な効果があった。1839年まで、フロリダ州の市民は、支払いはきっちりできると自慢できた。1840年になると、ジョージア州とフロリダ州は、 強行の悪い影響を感じ始めた。最初西部は東部や南部ほどの影響は感じなかった。オハイオ州やインディアナ州、イリノイ州は農業州で、1837年は豊作で農民にとって救いとなった。1839年、農業価格が下落し、影響は農民にまで達した。2ヶ月でニューヨークの銀行だけで損失は約1億ドルになった。 アメリカ合衆国の銀行850行のうち343行が完全に閉鎖し、62行が部分的に閉鎖し、合衆国の銀行制度は完全に復活できないほどの衝撃を受けた。出版業界は特に続く不況により打撃を受けた。1842年、アメリカ経済は幾分持ち直し一部は1842年の 関税により5年間の不況に打ちかけたが、ほとんどの報告によると経済は1843年まで持ち直さなかった。ほとんどの経済学者は1838年から1839年に短期的に持ち直し、その際イングランド銀行やオランダの債権者が利率を引き上げたことで終わった点で合意している。しかし経済史やのピーター・テミンはデフレーションに転じた時点で、 経済は1838年以降に成長したと主張している。経済学者で歴史家のマレー・ロスバードによると、1839年から1843年にかけて実際の投資は23%下落し、マネースサプライは34%縮小した一方で実際の消費は21%増大し、国民総生産は16%増大した。多くの個人は、 債務不履行状態に陥り、イギリスの債権者を怒らせた。短期間アメリカ合衆国は国際金融市場から撤退した。1840年代後半になって、やっとアメリカ人はこの市場に戻れた。このデフォルトは他の不景気の結果とともに国家と経済発展の関係に大きく深く関わりを持たせた。同様に強行は国内の改革にとって、 公の支援をを受けけながら信用を傷つけた国内の改革における国家の投資は南部諸州で南北戦争まで公然と行われた一方で北部諸州はますます金融成長に対する公共、投資よりも私的投資に目が向いた。さらに強行は暴動などの国内騒乱を助長した。最終的にはより専門的な警察を持つ国家警察力の増大につながった。信用や 心理のような無形の要因は強力な役割を果たし、強行の巨大さや深さを理解する助けとなる。当時の中央銀行は、価格や雇用を管理する能力が制限されており、銀行の取り付けを公然のものにした。銀行が数行破綻すると、警報は急速に業界に広まり、新聞がそれを煽った。心配した、投資家は、預金を引き出そうと銀行に殺到した。 このような圧力に直面して、健全な銀行さえ、歌手剥がしや債務者からの支払いを求めて、さらに縮小を行わなければならなかった。ここから、さらに負のスパイラルや、雪だるま効果へと発展しながらヒステリックになった。言い換えれば、心配、恐れ、広がる信用欠如が圧倒的で自ら支えられる、フィードバックループを開始した。多くの経済学者は、 今日この現象を情報の非対称性と理解している。本質的に銀行預金者は不完全な情報に反応し自分の預金が安全かわからずさらなるリスクを恐れ預金を引き出しさらには多くのダメージの原因になった。負のスパイラルの同じ概念は土地や面、奴隷に投棄する南部の多くの農園主には現実のものであった。多くの農園主は 面価格が上がり続ける前提で銀行から資金を借りた。しかし、面価格が下落すると農園主は借金を返せなくなり銀行の支払い能力を危うくした。この要因は特に銀行における預金保険の欠如を示した。銀行の顧客は預金が安全だと確信が持てず他の経済を危うくしかねない無分別な決定をしかねない。 経済学者は今日銀行における打感性や預金保険、十分な資本要件が銀行への取り付けに制約を加えられると見ている。ありがとうございます。